こんにちは。ご視聴ありがとうございます。この動画にはネタバレがあるので、このジャッジアイズをプレイしてない人は先にゲームをクリアしてから見てくださいね。では続きを言ってみましょう。沙織姉さんのハニートラップが成功したところからですね。ずっと私を誘ってくれてたろ。取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。沙織さんは途中からなんか妙なもんに目覚めたか？ああ、俺も最後の方はなんか怖かった。それで、よくに手回しがいいじゃねえか。大久保君の死刑が迫ってるからな。のんびりやる気はないよ。そうだった。俺らもそろそろ行こう。お疲れさん。東は？もうバッティングセンターの中に行ってる。周りは今のとこ異常なし。木戸もそろそろ来る頃だよ。その後。一人で来たの？マジで来たか。よし、行こう。なんでお前らここに？なんでって、俺はこの町で事務所開いてる探偵ですよ。木戸さんこそ珍しい。こんなとこに何の用です？いや、もしかして美人の記者と待ち合わせとか。なるほど、そうか、やっぱりお前の仕業か。あのビデオをどうする気だ？そっちの出方によってはなかったことにしてもいい。金か？今俺らが欲しいのはそれじゃないよ。私をどうする気だ？お金も欲しい。場所変えよっか。いや、それは困るな。ん？やっぱり来た。私はいつだって守られているんだよ。なんだこいつら。もうあんたを守る奴はいないよ。ここには。いやー、久しぶりだね。俺こういうの昔はよくやってたけどよ。まず裸にするのが兄貴流ですよね。人間一皮むきゃみんなこんなもんよ。誰があんたを守ってる？早く言えや。3年前、ショーのアドデックナインの人体実験で患者を殺した。あんたはいつそれを知った？アドデックナインでだ。うちは閉鎖どころかでかい予算が流れ込んでくるぞ。あとはお前がもう一頑張りして薬を完成させれば。現段階でアドデックナインの臨床試験を行えば、被験者はまず間違いなく死にます。なんだと？なんでそんなことが断言できるんだ？なんだって？私は世界が待つ新薬を一刻も早く試したい一心で、投与した途端に恐ろしい悲鳴が上がりました。私はその口を両手で必死に押さえて、でも私はアドデックナインを作るために人生を研究に捧げてきたんですよ。私には関係ない。なら私は降りる。心配ありませんよ。え？協力してください、木戸先生。アドデックナインが無事に完成しさえすれば何も問題はないんですから。そしてあなたはその開発者として名誉を歴史に刻み、富も手に入れられます。でももし今事実をぶちまければ私もあなたも破滅するしかない。失うものが大きいのはあなたの方です。小野、お前は。小野さん、信念が強い。厚労省の一ノ瀬だ。創薬センターを厚労省の天下り先として育て上げた官僚のトップ。そうです。私と小野は創薬センターには厚労省の予算が流れ込んできました。それを使って小野は看護庁に秘密のラボを作らせたんです。
秘密のラボ。人体実験はそこで行われてます。じゃあカイトさんと東はここで軌道を見張っててくれる？おう。僕は杉浦は俺と石松の尾行こっそりやんのは得意だろ。まあね。ならすぐに行こうよ、ミレニアムタワーに。石松の写真は見つけ次第お前のスマホに送ってやるよ。ああ、作戦開始だ。尾行難しいし結構めんどくさいんですよね。入った。ムッシュリー見つけましたよ。とっくの昔に潰れたラブホだよ。秘密の人体実験をするにはおあつらい向きだね。これだ、カイトさん。場所分かったか？それっぽい建物を見つけた。これから中に入ってみ。気をつけろよ。ああ。ねえ、奥に人の気配がする。まだ他にもいっぱいいそうだよ。向こうも俺らに気づいた。次は多分武器を出してくる。下手したら銃も。いや、そうだな。真冬に電話してすぐ来るように言ってくれる？警察も一緒にって。あ、なんだよ急に。暗いな。待って、明かりも持たずに中に入るのは危険だよ。何があるかわからないから慎重にね。急にバイオハザードみたいになった。急にでかい声出すなよ。こっちがびっくりするじゃないか。ごめんごめん。暗いですよ。なんかいる。ああ、ちょ、さっきから何なんだよ。杉浦、おい杉浦、どこ行った？やられました。くそ、先を急がないと。もう忘れましょう。の部屋。杉浦、こんなところで杉浦さんに会えました。お楽しみの邪魔するじゃねえ。死んじゃう。 あと3分もすりゃこいつは極楽行きさ。3分も持つの？で倒しました。大丈夫か？なんとかね。本気切るよ。よし、それじゃ行くぞ。体力回復しておきましょう。あんまん、サンドイッチ。半分になっちゃった。サンドイッチまだあります。あれ、回復させてくれないの？ここは、まあ戦闘中でも食べれますけど。ありましたね。衛生的に大丈夫？何？ここ、ここが少女の秘密ラボだ。いた。なんであんたたち？少女、
あんたまで今ここにいるとは思ってなかったよ。タイミングが良かった。杉浦、この部屋をビデオで撮れ。やめろ。今まで目をえぐられた連中はここに連れてこられてた。警察の捜査で何が出てくるか見ものだな。被害者たちの指紋、毛髪、体液、DNA、 ここにあるのは俺らがずっと欲しかった証拠の山だ。何の話だか。もう逃げられませんよ。杉浦、どうした。ごめんね、八神さん。今までずっとみんなに嘘ついてたんだよ、僕。え？何の話だ。元梶平の社員だとか、あれ全部嘘。名前も偽名。八神さんのことも実はずっと前から知ってた。裏切り者？知ってて八神さんに近づいたんだ。僕の本当の名前はね。杉浦！みんな動かないで。そこのお前、ナイフを捨てろ。早く。殺人未遂の現行犯だ。手錠はいりません。もう危険はないでしょう。彼は心配いりません。事件にするまでもない。いいのか。別に何も起きていません。しかし検事で。ここを鑑識に調べさせてくれ。連続殺人の現場だった可能性がある。そう。令状の名目ならちゃんと用意してあるよ。何ですか。不法侵入の現行犯逮捕。つまりここは立派な犯罪現場だよ。封鎖して証拠保全をしないと。八神君。なるほど。ここを調べるためなら逮捕されても構わないと。初めからそのつもりだったんですね。だから通せ、通してくれ。一ノ瀬事務次官。ここは厚生労働省の関連施設です。勝手な立ち入りはお断りします。へー、ラブホの管理までやってるんですか、厚労省は。見た目ここで少なくとも4人殺されてるんだ。間違いない。証拠は必ず出る。現時世博打だろうが今は張る時だ。現時世は困りましたね。そういう問題じゃないんですよ。やっぱりそうですね。つうか兄貴は相変わらずお人よしっつうか。谷原さん来ちゃった。よう。なんか持ってる。ここはアドデックナインの研究施設とおっしゃいましたよね、一ノ瀬事務次官。その通りです。アドデックナインは日本の国家戦略ともいえる研究です。たかが不法侵入でそれをストップさせるなんてありえません。もっと柔軟に扱うべき案件ですね。何？検事さん。ご理解いただけているようで大変助かります。では撤収します。全員速やかにこの建物を出るように。あんたもアドデックナインの利権に。利権というかトロッコ問題じゃないですか。谷原さん強い。兄貴。海藤さん生きてる。ちくしょう、あの野郎。なんで東さんにはとどめを刺さないんでしょう。アドデックナインには勝てそうもないですね。あなたもお一人よ、八神さん。いつから森田検事生まで味方に。
アドデック9には味方が大勢います。何をしたって届きません。ふざけやがって。絶対に諦めねえからな。そうだ、最終章、トカゲの尻尾。トカゲの尻尾ってことは本体までは捕まえられないんでしょうか。このシリーズは続編が出てるから、もしかして黒幕をやっつけるのは次回までお預けとかいうパターンもあるんでしょうか。谷原さん、海藤さんと東さんと戦って服装も乱れてなかったですね。昨日テレビで谷原さんの料理コーナー見た時はあんなに優しそうだったのに、見てはいけないものを見てしまいました。見てはいけないものといえばもう一つ気になりました。秘密のラボに乗り込んだ時に庄野さんがいましたよね。庄野さん突撃されたのにリアクションが薄すぎてなんか不気味でしたよ。絶対に見られちゃいけない場所なんだから、普通ならもっと動揺するでしょう。もう薬の配合以外のことには気が回らないというか、反応すらできなくなってるんでしょうか。研究に没頭しすぎてもう狂気の領域に入っちゃってるんじゃないんですか。今日もいい天気ですね。あ、なんかプレゼントがある。福引券。マシンは心の優しい子ですね。せっかくもらったので、早速福引きをしに行きましょう。神春向いです。福引き券持ってきましたよ。一等お願いしますよ。ラッキーチャンス。紫6等。外れ。ラストチャンス。また外れ。残念でした。なかなか一等は当たりませんね。桜が咲いてる。見事ですね。福引き外れたけど桜が見れました。帰りましょう。またゲームの続きをしますよ。森田検事生ですが、アドデック9を守ったのはお金のためとかじゃなくて、世界を救う薬だからじゃないんですか。真面目そうだし、お金のために動くような人には見えませんけどね。では続きをいきましょう。海藤さん生きてた。思ってたより随分ひどいな。黒岩が来たんだって。ああ、たった一人でな。なのにこのざまだ。チキシュゴマスリボーでやられました。けど連れて行かれちまった。
そっちは何があった？ショーノの秘密ラボを見つけた。でも警察はそこを捜査しない。無駄でも何でも、やっぱどこまでも真実を追うしかねえんだよ。でも発砲を塞がれたぜ。それがどうした？何とかするだけだな、タボ。ああ。おい、参ったな、こりゃ。真冬からだ。どうした？森田検事生のことで話が。お前、まだカムロ町にいるのか？うん、テンダーにいる。それで、今から来てくれない？私。食料補充しましょう。いらっしゃいませ。サンドイッチと。ありがとう、来てくれて。外どうだった？誰か見張ってたりとか？どうかな、今は大丈夫そうだった。隣いいが。ただそんな検事生がなぜアドデック9についたのか、私一つ心当たりがあって。ん？もう10年くらい前、検事生の身内がある事件を起こしたらしくてね。もしかしたら。それでその事件を担当してた元刑事とさっき連絡が取れたの。今から私に当時の捜査資料を渡してくれるって。どこで？カムロ町の児童公園。ただ私、どう？怪しい人とかいない？どうかな、この町は怪しい人いっぱいいますよ。俺ら呼んで正解だったぜ、真冬ちゃん。早速かかってくる気だな。ああ、監視だけなら近づいてこねえだろう。もしかしてこっから公園までずっとこんな感じか？私どうしてたらいい？ちょっとだけ離れてな。すぐ片付けるか。やるぞ、カイトさん。ほら、やっちゃえ。しょう、マフィーさん邪魔。いるか。もっと離れてて。ヤガミ君、ありがとう。頑張って。よっしゃ、マフィーちゃん、俺にはないのかよ。カイトさんもしっかり。ほい、来た。よし、真冬ちゃんも見てることだし、気合い入れてっか。真冬さん、うわ、めんどくさいやつですね。宇沢さんですね。ああ、そうだよ。ん？あれ？あ、馬好きの探偵？矢上探偵事務所。あんた元刑事かよ。それがこんなうさんくさくなっちゃって。お前に言われたくないよ。知り合いだったの？検事さん、なんでこいつらを連れてきた？矢上君は私のそのボーイフレンドというか。お、こくった。違う、照れないかな。なんなんだこいつら。何を聞かされてるんでしょう。で、どういう事件だったんだそれ？10年前、森田検事生のお兄さんがね、母親の首を絞めたの。なんで？介護殺人。母親は70歳過ぎで重度のアルツハイマーだった。認知症の介護をしてたのか。検事生にとってアルツハイマーは自分の家族を苦しめた仇か。そうなのかもね。だから検事生は向こう側についた。金で動いたわけじゃねえ、保身のためでもねえ、てめえの正義のためってわけだ。わからなくもないかな。あ、そうか。え、正義のためなら何人殺しても構わないって。綾部を冤罪にして、恵美ちゃんの死は見て見ぬふり。大久保君も見殺しだ。それでも新薬の方が大事ってことか？それを正義だって言うのか？冗談じゃねえ。
森田に正義があるならこっちにもある。俺は連中に踏みにじられた人たちを守る。殺されたエミちゃんの無念を晴らす。なるほど。なんだよ。ああ、いや、お前元弁護士ってのは本当だったんだな。元じゃない、バッジはまだ持ってる。あれ、八神さん、こんな遅い時間に邪魔しちゃった。おやおや、何してたのかな、お二人さん。何言って、そんな。やっぱ帰るか、マフユ。帰りましょう。木戸の件、その後どうでした？ああ、でもその前に二人、何してたのか聞きたいね。何言って、星野くんが。あーと、誤解なんです。いや、誤解じゃないか。いや、誤解か。次、また頑張ろう。案外まんざらでもなかったんだな、沙織さん。いや、二人きりにしてあげましょうよ。こっちの二人は気が利かないですね。森田健二生のお母さんの件。じゃあ検察は完全にアドデックナイン側についてると？少なくとも健二生はだ。そんな、あの、ちょっといいですか。そんな敵を相手に弁護人って僕でいいんですかね。綾部刑事の裁判。ん？何だよ。星野くんじゃ無理だと思います。もうここは八神さんじゃないと。ちょっと冗談やめようよ。ここにいる誰一人冗談なんて言ってない。八神さん、敵はアドデックナインの利権でエミさんを死なせた人たちです。エミさんや大久保さんのためにも。ここは新谷先生のためにも。正々堂々法廷で八神くんの正義を見せる時じゃないの。逃げちゃダメです。盛り上がってきましたよ。かもな。あ、じゃあ源田先生と綾部さんには僕から伝えておきます。これって世間的にも結構ニュースですよね。あの八神さんがまた法廷に立つなんて。何があの八神だよ。でも今夜はありがとう、八神くん。あれ、ちょっと待ってて。泉田検事から。そういえばちょっと前に留守電も入ってたんだ。留守電は聞いたのか。何か話があるって。未条例にいるみたいなんだけど。未条例ってことは、じゃあアルコール抜きの話か。どうしよう。ここって新谷さんとの思い出の喫茶店ですね。お前、なんで？あんた一人か。ああ、ついさっき真冬と手に入れたもんだ。10年前に検事生の身内が起こした事件の資料。聞いたことは？いや、初耳だ。あんたに検事生と戦う覚悟があるなら渡す。何？検事生が法を超えて政治に便宜を図っていたら、もしそうならあんたはどうする？自分のボスが相手でも法で裁けるか。当たり前だ。検察官なら100人が100人そう答える。ちょっと煉獄さんみたいでした。あんたのこと見直したよ。検事生がアドデックナインについたのはその事件がきっかけだ。俺らはなんてことだ。家族が引き起こした介護殺人、その証拠を探して羽村を追ったし、ショーノのラボも突き止めた。で、一ノ瀬と検事生にどっちの線も潰された。敵を撃とうにも弾がないってことか。そう言われるとがっくりくるな。でもあんたがアドデックナイン側じゃないと分かっただけでもなんだかホッとするよ。気休め言ってる場合じゃないだろう。分かってるよ。なんでしょう、この胸圧展開は。な、うん、思うんだけど、一ノ瀬を裁判に引きずり出すことはできないか。何かの証人として。で、裁判に引きずり出した後は？口八丁で追い詰め、質問攻めにしてボロを出させんだ、俺とあんたで。なんだ、まだノープランってことか。それぐらい崖っぷちなんだよ。ただ何にしても獲物はまず巣からおびき出さないと話にならないからさ。わかった、なんとかやってみよう。動きがあり次第連絡する。
この二人が手を組むなんて。長い一日だったな。クライマックスに向かってる感じがしますよ。キムタクさん、連日お疲れですね。ふくらはぎなあ。お。次はお尻。ですね。そんなわけで綾部の裁判に一ノ瀬が出てくるかは泉田検事にかかってる。みんな揃ってる。問題はその場で一ノ瀬をどう揺さぶれるかだ。その前に何か。なるべく早いうちに大久保君の面会に行かないとな。彼は今も恵美ちゃんの遺族に恨まれてると思ってる。でももうそうじゃないって知らせてやりたい。そうだね。君に伝言を預かってる。え？あいつはこう言ってたよ。今度一緒にエミの墓参りに行こうってさ。そうですか。フミヤ君が俺にそんな言葉を。ああ、行けたらいいですけど。綾部の裁判がもうすぐなんだ。そこにアドデックナインの黒幕を引っ張り出す。もうずっと諦めてました。どんなに声上げたって誰にも届かない。人殺しにされたまま俺は死ぬんだって。でも文也君にも分かってもらえたなら希望が持てます。世界で一番俺を憎んでいた彼が許してくれたんなら、みんなにも分かってもらえるって。もう少し辛抱してくれ。あと少しだから。ああ、事件と直接関係あるわけじゃねえんだよ。松金組の門に気になる動きが出ている。後でお前と。よう、ケンゴ。東の兄貴、やっと連れてきてくれたんすね、八神さんを。ん？落ち着け、大丈夫だ。俺に何か用でも。親父の仇を八神さんなら知っていると聞きました。つまりモグラの正体をですよ。俺らにも教えてください。仇を撃ちたいってことか。撃ちたいんじゃなくて撃たなきゃダメなんですよ。俺ら極道なんすから。ぶっ殺してやらねえとさ。ケンゴさんもなんだかんだで登場回数多いし、若手ヤクザの成長キャラとしてしっかり個性が確立してますね。サムネイルにも一回登場してるし。サムネイルといえば今回誰にしようか迷ったんですよね。泉田さんにしようか、森田健二生にしようか、はたまた大久保さんにしようか迷ったんですが、結局あんまりかっこいい見せ場もなくて、前回目を取られて退場してしまった京麗会若頭の塩屋さんにしました。お悔やみ申し上げます。というわけで今日も最後まで見てくださりありがとうございました。